こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思います。さて、今回引くガチャは、まあ、いろいろね、また増えてますね。ラックとか、スポットライトスターブーストガチャなんてのも来てますが、まあ、今回引こうとしているのはこちらですね。衝動の呼び声の、ゲリラ無料2月7日まで1回無料と、これをね、今回は引いていってみようかなと、思います。その前に、まあ、こちらをちょっと引いてみましょう。さあ、来い。さあ、今日の単発は、ダメなやつですね。はい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 。まあ、とりあえず素振りを済ませて、じゃあ本番いきますか。コールオブプリミティブエゴ、衝動の呼び声ですね。こちら引いていきましょう。いけ！さあ、潔ですね。バロの乱入がない。せめて金玉右期待しましょう。あーっと、まずいか。謎の読み込みはありましたが、これはちょっとダメそうですね。金玉4つで1つ目は不発。さあ、どれか変わるか？演出的にはちょっと無理そう。だよね。で、赤スパちゃんと。そうか。まあ、ちょっと厳しいね。で、もうそろそろ決めにはならんのが、これどうすかだよね。95ポイントあるって言ってたやつ。ポイントが95だから。いやーでもちょっとギリギリまで待つか ?2 月9日。あーでも2月9日だと多分忘れるな。14時59分までだから。そう考えると、ちょっと。いやーでもこれあと5ポイントでしょ ?1500 ジェムで、節約するかどうかっていう選択肢もなくはないか。いや、ほんとね、ちょっと期間終わるまでにゲリラ無料一回来てほしいんだよな。明日来ないかな。ちょっと待ちますか。今回は、他に引けるものもないから、ちょっと何の収穫もなかったみたいになっちゃうな。ここちょっと引いてみるか。59枚あるから、とりあえず一回引いてみて、なんかスーパーチャンス的なやつが来たら続行しましょうか。いけ。まあ、EX はね、本体さえ引けたらその後のレベル上げ結構しんどいんで、まあ、なかなか、そうね。まあ、とりあえず一発目はこんなところ。まあ、100が来れば当たり。100が来れば当たり。お、300？ マジか。あ、これは割と良かったね。あ、300引けたか。さあ、ちょっともう一回行ってみよう。さあ、来い。あ、300はでかいね。まあ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 、あんまりね、だから結局、EX 引けるかどうかが演出と関係してて、100とかね、20とか、ここら辺の差はね、あんまり演出関係なさそうだから、あ、100が2枠ある。これも悪くないね。さらに赤スパちゃん来る。あ、じゃあこれはちょっと追撃しよっか。もうちょっと引いてみましょう。今溜まってるの39だから、ま、マックスあと3回かな。さあ、行ってみましょう。いや、300はでかい、300。さっきのが来て、最初のやつ来てほしいな。どうせなら。まあ、102枠でもでかいから、今回結構当たってる感じするね。さあ、赤スパちゃん来てからはどうでしょうか。いや、なんかむしろ赤スパちゃん来てからのが悪いような気もするけど、100が1、あ、2枠ある。オッケーオッケー。終わってないからもう一回行こう。さあ、行け。あ、しまった。飛ばしちゃった。まあ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 。あー、飛ばしちゃったせいで、いや、関係ないんだけど、飛ばしちゃったせいで100以上が来ない。あー、でも赤スパちゃん継続してるから、これはもう一発いっちゃいましょう。さあ、最後まで潔。最後まで潔だが、
これは、どうだ？はい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 。まあ、20は20でね、5がで、おお、100出た、OK。はい、まあ、ちょうどいいところかな。もうこれ以上回せないし、ここでね、スパちゃん終わるのはいいタイミングでしょう。さらに言うと、154ポイントなんだが、1回はね、125で交換できるので、これ本体変えとくか、一応。OK。他に使い道ないしね、今のは。ってことで、EX ですね。まあ、結局ね、これレベル上げができないから、上限解放したところでっていう話なんだけど、まあ、55までレベル上げれるようになりましたよと。で、さらに、レベル25から33まで育ちますね。新しく解放できる能力はないけど、ちょっと強くなるかなという。ちょっと待って。練習時スタミナアップが 15.75。スタミナ固定ボーナス16、筋トレが 42% の、練習時賢さアップ 10.5%。 これがレベル上げると、スタミナアップ 16.5%、 固定ボーナス 18、 筋トレマシンが42が44か、で10点いくつが 11%。 なるほどね。まあ、そこまでではないけど、まあ、多少はやっぱ強くなるので、上げておきましょう。OK。 まあ、次は40行った時かな。まあ、でもね、これね、スキルレベルアップだから、まあ、そこまでね、大きな影響はないんだよね。スキルレベルアップ2がついたら、まあ、もちろんね、この白スキルのレベル上がるけど、それ査定には100しか影響しないから、あんま関係ないような気もするなぁ、という感じですね。まあ、だから次の大きな変化って60とか60のスペレクか65の、新しいカードの解放なんだけど、まあ、60、65に上げようと思ったら、能力解放しなきゃいけないから、いや、まだまだ必要だよね。90刻みなんだもんな、 EX。 まあ、そもそも55までレベル上げるために専用メモリーボールが6000個いるから、そんなにねえよという話だったりはするんだけどね。さて、そんなとこか。これさ、ちなみに福亀ってさ、全部で500個だったの？なんか、SSR サポカとか、星さん選手とかね、両方交換できるのかと思ったら、なんか240しかなくて、あれ全部で500だったりするみたいに思ったんだけど、これ以上もう福豆って手に入るチャンス多分ないよね。サポカの方が良かったかな。まあ今更言ってもしょうがないんだけどね。まあ後でステーキとか餃子に交換しておこうかなというとこですね。で、これもあと、これじゃない。こっちか。これもね、あと1週間、9日ぐらいしかないから、まあ何かに変えるべきなんだけど、まあ俺の場合は潔でいいのかな。ちょっと今変えちゃってもいいか。潔がね、今あと60ピースで、貫突になるはずなんで、まあ10ピース交換しとけば、2体引けば OK という形になるから、ここ変えときましょう。はい、OK。今できるのはそんなもんかな。ここだよな、95ポイント。いや、ほんとどうしよう、これ。生地こ、あと5ポイントだけにすげえ悩んでる。まあ、国神ちぎりのガチャをあと1回期間内にほんと回すかどうかなんだよな。いや、ゲリラム量もう1回来ないかな。そしたらちょっとジェム使わなくて済むからかなりありがたいんだけど。そんなもんですかね。そうだね。はい、ということで、まあ、今回はね、バチラのゲリラ無料ガチャ引いてみましたが、ちょっとね、あんまり収穫なかったかなというとこですね。
まあ、ついでに EX サポカのガチャを引いてみたけど、あっちはね、ちょっと必要な経験値というか、メモリーボール専用のやつがね、要求する数が多すぎて、なかなか厳しいな、という感じかな。ちなみに、このオリジナルグッズはね、どうなの？ちょっと、もうなんか、よくわかんないからいいやってなっちゃったんだけど、どっちにしてもまあランキングなんか枠を拡大したよということで入ってるかどうかもよくわかってないんだけど、めんどくさいよなこれ入力とかがね。まあやっぱゲームはゲーム内でもらえるもので完結してほしいなっていう派なので、まあこういうのが欲しくて頑張る人も、ブルーロック界隈に多いってことなのかな、どうなんだろう、この辺はなんとも言えないなという感じですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。